数問題ってもう全然わからんじゃないですか。はい、コンビニが約380あるって言われてる。そうそう。でこのコンビニよりも多いと思いますか、少ないと思いますか。私は多いと思います。そうですよね。このクイズは少ないわけないですよ。そうですね。じゃあね、3択です。500点ちょっと多い。500点観光大使なんです。恥ずかしい。ほら、恥ずかしがらしちゃダメでしょ。あとで、ね、お名刺お渡しするんで。あ、本当ですか。観光大使の名刺があるんで。普段うどんタクシーで。ああー、はいはいはい。あ、すごい うどんが乗っかってるタクシーですよね。電波組インコ始めてたからの方が高松に詳しいな。なんかそういうのあるよね。うん、なんかちょっと詳しくなってた。さっきの先生さんと喋ってて。実は。めっちゃ面白かった。なぜなら私。キラー。他もつけてね、あれ。観光大使ですの。申し訳ないけど。物なら大体やりやいで。私こんな感じなんすか。こんな感じなんすか。あなたあなたングでギョーザでギョーザで食べて先輩マイマイ。いや、いつも通りだよこれ。よろしくお願いします。欲しいものなら大体やるよおいで。おこれが本物だぞ。おいでははは。高松は何年ぶりかな、何年ぶりでしたっけね。5年ぶりぐらいかな。5年ぶりぐらい。あらまあ、お久しぶりでございます。ここに来るのは何年ぶり。そう、9年ぶりです。わおすごい久しぶりです。よろしくお願いします。はーはー。私こっちだよね。そうじゃんけんどんでゆくのです。じゃんじゃんじゃん。そう、今ここが限界ですかね、言うて。はい、ここが限界でございます。じゃあここで今日は自分気持ちよくて牛風でいきましょう。もうじゃあこっち来れるとなります。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。9年ぶり。うわ、9歳年取ったってこと。わやめて。私が台本取るところちょっとさ、最初の一つ目の台本取るところ取らなくたっていいじゃん。庄屋さん、とっても上司。四国って全部言えますか。さっきすごい苦戦したんですよ。でもどうしても出ないって調べちゃいました。さあ教えて。四国クイズ。四国は、で私ね、四国はさすがに言えないとまずいと思って。二つ目
違う、香川。香川。疑いの地。香川、愛媛、高知、徳島。おー、すごい。最近トイレに日本地図のなんか覚えるやつ。待って、ペロリンとやること一緒。やばい、お風呂に貼ってありますよ。やばい、同じことして。ちょっとなんかや難しい。難しい。これが無用。編集点いちごとポコどっちが好き？いちご。ポコポコ。あおにゃんとりさちゃんどっちが好き？わい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 。始まって。険しいぞ。めっちゃ怖いポコ。ポコのことがもっと好きな方が好きポコ。私はあおにゃんが好き。え？私もりささんが好き。じゃあねポコ。さよなら。まあ今日はエプリルフールだからね。ありがとう。頑張ってね。ヤンマンさんが多分疲れちゃうかもしれないから。量がえぐい。高松のね、有名な縁起のいいお菓子でございます。兄ちゃんもね、おばあちゃんも楽しい日にいたしましょう。行くぜ。よっしゃ行くぞー。怪我ないように。こうやって凱旋させてもらって、みんながやっぱりね、おかえりって言ってくれるから、あ、めっちゃ胸張ってただいまって言えると思って、なんかだから私のふるさと高松ってこんなに大きく言えるのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当ですか？本当です。まあ、それが英語ってことですよ。